など重要なご案内ございますので、皆様こちらにございますパネルにどなた様もご注目くださいませ。はい、みんな見てよ。皆様改めましておはようございます。おはようございます。元気なご挨拶ありがとうございます。現在皆様いらっしゃいますこちらのフロアは下のビルの1階のフロアでございます。皆様この後お食事場所の2階のフロアの中華バイキングのお店太陽楼という場所をまずご確認いただきます。ご確認いただいてから展望台お登りいただきます。展望台お登りいただくエレベーターはこの1階のロビー中央にございます大きなエレベーターになります。そちらでただいまお受け取りいただいた緑色のチケットをご利用いただければ、こちら中間150メートル大展望台、こちらの展望台までご案内させていただきます。どうぞ本日景色をきれいにご覧いただけますので、東京の景色ごゆっくりお楽しみくださいませ。お楽しみいただきましたら展望台からお帰りいただく際、こちら中間の展望台皆さん見えますでしょうか。2階建ての構造になっています。お上りのエレベーターはこちら大展望台2階のぐらい到着をいたします。お帰りいただく下りのエレベーターはそちらから階段で1つ階お下がりになったこの大展望台1階のフロア、こちらから下りのエレベーターをご利用くださいませ。なお下りエレベーター乗り場の前には150メートル真下をご覧になるガラスの空間ルックダウンがございますので、ぜひお会いの方がいらっしゃいましたらぜひガラスの床の上ご覧くださいませ。なおこちらから下りのエレベーターをお降りになりますと、どなた様も現在いらっしゃいますこちら下のビルの途中階のフロアで下りのエレベーターは終点階となります。4階のフロアで下りのエレベーター終点階となりますので、そちらまでいらっしゃいましたらエレベーター一度降りていただいて、お近くの階段かビル内のエレベーターで最終的には皆様2階のフロアへとお越しください。2階のフロアがお土産屋さん街になってますので、もしお土産にご購入のご予定ございましたらそちらもご覧いただきまして、最終的にはこの後ご確認いただく2階の中華バイキングの太陽楼という場所にご集合いただきます。